皆さんこんにちは、ドドサオリです。本日は一度きりチャレンジ濃紺レベル9覚醒無効76マスに挑んでみたいと思います。初見で、挑ませていただきますので、ちょっと不安でたまらないんですが、ダンジョン情報を一度見ない状態でやっていきたいなと思っております。で、4秒しかないんですけど、ちょっと覚醒ラーでいけるという情報をいただいているので、ちょっと一回こちらのパーティーで挑んでみたいと思います。いけあ、そっか、覚醒が無効だからスキル封印食らっちゃうんですね、確実に。なるほど、弾かないわけだ。ということで、4秒で5色揃えなきゃいけないので、考えます。見えましたね。ちょっと早速行ってみます。ここから。行きます。緑だ。落ちかー。これ全部消さないとなんか やばいやーつ。どんどん行くよ。これ永久に？怖すぎ。みんなやるな。怖っ。何これ。何これ。いけるかな。なんか、何なのこれは。いけたでしょ。君すごいね。3秒今度結構きつくないですかね。どうやー、ダメってどういうこと？行ったよね。楽しかったよ、まったね。え？は？自分で死んだんだけど、そんなことあるの？わけわからん。ちょっともう一旦耐えます。耐えれるよね。落ちこーん。すごーい。OK。 PC 数がたまるんで、うわすごい落ち込んきてる。マジ？おお、カーリー使う。カーリーやばそうなんだ。カーリーで4秒ね。4秒。青赤よし。
きます。これを持ちます。あ、黄色も1コンボ組みたかった。あ、もう全然落ち込んできてくれない。あ、でも突破できた、よかった。え、全然ないよね。あ、 P か。なんか使いたくなかったけど、あ、でもこれは P って一旦いくら、6000ぐらい、6000だったらちょっと一旦でも貯めたいですね。回復しながら無理かな、無理しない方が良さそう、なんかそんな気がする。やっぱり打ちます。ヤミピー4回、スキルマイナス1、スキルターンが遅延、根性、とりあえず回復ですよ。とりあえず回復します。ついでに25倍いけるかなとかでちょっと思っちゃったんですけど、全然惜しくないですね。青とやりよ。あー、回復してよかった。ちょっと待って、色ある、色ある、回復がない、え、根性、ボス、イザナミ、あー、で待って、え、これ50%切ってからあれすんのかな。だってさ、倍率かかってないのにこれぐらい HP 減るってさ、多分根性になっちゃったらやばいよね。なんかそんな気がするんだけど。回復ないんですけど、落ち込んでくるかしら。とりあえずは普通に行きます。足りない、指足りない、ダメだ、終わった気がする。やっぱり、え、ちょっとここ根性のあれ見、ちょっと攻略サイト見よう。パーティーを変えてみました。威嚇をですね、4回で使いたいなと思いまして、で、いろいろ何回も挑んで、なんとなくあれを考えたのが、1回はスキルを使わないで突破して、まあ、お邪魔消して、で2回は、まあ、4ターン耐えて、カーリーからのワンパンで、3回は覚醒ラーフレンド、4回は威嚇からの突破できたらいいかな。で、5回で、このカーリーと覚醒ラーを使って撃破みたいな感じで今度は行ってみようと思います。これだったらなんかちょっと見える気がする、スキル的に。危なくなったらイザナミを使います。4回来ました。あれ、嘘、3件4ターンも、嘘、鬼、嘘、もう最悪なんですけど。うわ、回復消えないです。うわ、もうこれ絶対ダメだ、この無駄なコンボ。3件にした意味ないよ。ってよ、もうちょっと電池的にやばいんで今日は終わります。でもなんとなくパーティー編成が見えたので、この調子で頑張りたいと思います。日付が変わりまして、
再び挑んでいこうかなと思います。ちょっとね、見えてきてるんで、一発でクリアできるんじゃないかなって思ってます。では行きます。いけなかった、ちょっと孫権のスキルが重いので、ちょっと一回ベジットに変えてイザナミをイシスに戻してやりたいと思います。一回突破。緑いきまーす。黄色、黄色、赤、青、緑。落ち込み来て、ありがとう。突破できないかな。できたー、オッケー。予定通り、ベジットも溜まってますね。いやー、これはちょっとね、モクピー以外だったら何でもいいです。ピカピー、あ、水、まあいいや。で、ここで、ちょっと耐えたいですね。回復しながら。ベジットを使えば突破できるんですけど、あと一旦だ、一旦耐えたいな。25倍、黄色、緑、青、紫、赤あるでしょ。ベジット打って2ターンじゃん。で、1ターン絶対根性で残る。それでラーが溜まる。で、次のターンでカーリーが溜まる。よし、オッケー、見えた。ベジット打ちます。ね、25倍を絶対にかましたい。なきゃダメなので、黄色と緑がもう鬼のように遠いんですけど、よし、一応見えてるんですけど、4秒でいけるかわかんないんですが、とりあえず試したいと思います。いきます。これを持って、なんか逆にいい感じみたいな。黄色、緑、青、紫、赤あるんで、一応5色は見えてるんですが、ちょっと念のために怖いんでイシスを使います。で、いきます。赤、落とし、青、緑、紫、黄色。落としがうまくいきますように。いきます。大丈夫、オッケー、突破したね。あ、
コンボ以下の攻撃を吸収。光カーリーを発動。そしてラーです。一旦なるドロップ操作時間を3秒延長。全部で7秒パズル。これでできるだけコンボ、一番苦手なやつなんですが、考えてやりたいと思います。ちょっとカットでお願いします。それではできるだけコンボを組みたいんですが、7コンボ見えてます。7コンボじゃ突破できる気がしないんですけど、まあ、とりあえずね、ここで 何度もなんか普通に攻撃して死んじゃってるんで、一回これでどれぐらい減るのかを見てみたいと思います。608万です。これを持ちます。いきまーす。7秒。お、ちょっと1コンボ増えたかな。4、5、6、7、8、9、10、11。いい落ち込んできました。これはいけるかも。11。おー、ワンパーン。やったー、やりました。イエーイ。7秒っていいですね。やっぱり無事にクリアできました。 OK。確かにレベル8より、まあまあレベル8に比べたら簡単だったかもしれない。ついでにランクアップです。あと1レベルで360。やったー、初クリアー。魔法石帰ってきたー。水ピー。ということで、いよいよレベル10、76マスが出てきました。引き続き頑張りたいと思います。それではまたね。実は、私 iPhone5S を昔使ってまして、機種変してこの携帯は今 iPod として使ってるんですけれども、こちらでですね、Wi-Fi をつないで Apple ID を再度新しいのを習得した上でパズドラをダウンロードしました。ということで、こっちは完全無課金でどこまでいけるかっていうのを今後、まあ、育ってきたらやりたいなと思っておりますっていう報告でした。以上。ではまたね。